フォックスマイナス7は強力な爆薬の一つ。1998年にスウェーデンの国立研究機関である法案によって合成された。フォックスとはフォアエクスプローシブの略である。エチレンに網の元とニトロ元が二つずつ置換した構造を持つ。網の元とタイになるニトロ元を持つ構造は非常に安定性が高く安定度の高い爆薬になると考えられている。 RDX よりも、わずかに優れた威力を持つが、当初は製造コストが高く、大量生産が困難であったが、低コストで大量生産が可能な合成ルートが、見つかり、第二世代ラバガンパウダーとして研究が進められている。ニメトキシマイナスニメチルマイナス4、ゴイミダゾリジノンを原料にして作られる。また、グリコールアルデヒドに、 アンモニアと酢酸を作用させてにメチルイミダゾールを合成しこれを混酸によりにとろかし2次ニトロメチルマイナス4、5次ニトロミダゾールを合成し加水分解している。フォーア、シーベルト、フォルスバーレーツファースニングザンストールと2001年1月1日からは統合によりフォア、シーベルト、トータルファースバリッツファースニングシンスティチュートとなっている。ありがとうございます。